はい、戦国姫紀行赤い妙院に照子様なんとか噛めずに、特月院、ちょっと見えますかね、右のところにね、家紋はこれは新田家の家紋になります。新田改め、横瀬氏、新田久田の孫の横瀬貞氏公が、新田氏のご子孫ですから、その数代後のですね、由良氏、由良成重公の奥様であった、赤井重秀公の娘さんで、照子様、長いんでね、名前がね、照子様でもいいかもしれませんけど、特月院に来ています。照子様のですね、知的についてはちょっと別にビデオ出しますんで、こちらはちょうどその本堂の裏になりますけども、家紋がねちょっと綺麗なんでしましたけど、お墓をちょっと見たいと思いますね。お墓といってもですね、五輪塔のような五輪塔なんですよ。で、ちょっと一般のお墓もあるんで、ね、著名な方のお墓もあってですね、なかなか参拝者もたびたび来るんで、ちょっと平日なのにびっくりですね。すいません、ちょっと画家の方とかはよくわからないんで、はい、こちらがですね、ちょっと自分の家計が入ってしまいますんで、はい、特月院五輪塔を祝祀して任せ、当院会期妙院にの墓碑、妙院にはすいません噛みましたね、やっぱり妙院には、祝城主由良国重の母、由良成重というのは国重の、父ですから、国重公は、この方の、嫡男、息子さんになりますね。で、1594年11月6日、法名が特月院殿月海明院大師と、院がですね、これ院官の院になってますけど、これが正解ですよね。法名、法号の 院になってる場合もありますけども、そうではなくて、こちらの、それで法名がこの特月院のね、お名前にもなっている由来になるんですけども、それはよくあることで、こちらの当然会期ということですから、こちらの左の大きいのはですね、ちょっと大きく見えるんですけど、そんなに、でもそうですね、五輪塔では大きいですかね。江戸時代のものではないのかもしれませんけども、結構直してる感じは修復してますね。五輪塔1メートルぐらい、結構でも、将軍家ほどではないですけど、比較的個人の墓としては大きい方かもしれませんよね。妙院にこう照子様、どのような方だったんでしょうね。なんか私は女戦国大名とか言っちゃってますけども、全然そんな方じゃなかったのかもしれませんしね。立場がそういう立場で、もう最後の、由良氏を守るっていうことしかなかったんだと思うんですよね。でしかも1590年に小田原攻めがありますから、その時に、領地を安堵されてますから、その4年後に、それを足し得たのかのようにですね、要するに由良家を守りきって安堵したかのように亡くなられてるということですので、非常にですね、確かこの方1510なんで、結構年なんですよね。年って言ったらしいですけど、長生きをした方ですから、確か1514年生まれですよね。そうすると80歳ってことになりますよね。当時としてはかなり長生きだったんじゃないでしょうかね。もともと赤井重秀公っていう城主の武将の子供ですから、娘さんですから、姫ですからね、周りはもう、当時は関東管領上杉氏と北条氏と、一応北条についた形にはなるんですけども、先にですね、1577年に実は夫が亡くなってしまうんですよ。それでその、戦国大名っていうと変ですけど、その子供がまだ小さいですから、もちろん重臣とか家臣もいたんですけども、中心になる人としてですね、領主、城主と言えるかどうかはちょっと分かりませんけど、政務にも関わったことは確かですから、そういう意味でですね、井伊直虎とか、女城主、お通夜の方とか、そういう方にちょっと近いのかもしれませんけどもね、ちょっと詳しいことは分からない部分がもちろんあるんですけど、由良氏とですね、北条氏っていうのはそもそも対立してましたし、由良氏っていうのはそもそも上杉型といったら変ですけど、本来は新田系ですから、どこにも所属してないというか、成田氏と同様にいわゆる黒人領主というか、独立した家なんですよね。ですから時の権力者が変わるとは言いましたけども、その足利氏が入り、関東は上杉氏がほとんど支配してましたから、上杉氏、後北条氏、豊臣が攻めてきて、後と最後徳川になるんですけども、この方本当にそういう意味では豊臣から徳川に変わるという大変な転換期にですね、領地を確保し、
家を守ったと、由良の家名を江戸時代まで残したという方になりますよね。もうそれが一番の史跡というか、業績というか、功績ですよね。これが、その五輪塔ですね。ちょっとアップアップになってるのはですね、後ろ側の周りがちょっと墓地が狭いんで、ちょっとこういう写し方になって、ちょっとすいません、見にくいんですけど、この真ん中の大きなものが墓碑になりますね。明院に。照子様って書いてらっしゃる方も結構多いんで、まあちょっとね、戦国武将というか姫というか、ちょっとかっこいいイラストを描いてる方もいるんでね、ちょっと、なかなかイメージがそんな感じだったのかもしれませんけどもね。あと周りの方はですね、これはこの方会期ですので、これはどう見ても武将ではなくてお寺の関係、つまり和尚さんですよね。こう 住職って書いてありますよね、はっきり。ちょっと全ての代があるとは書いてないですけど、ご本人以外に6代ありますので、まあ、江戸時代で6代ということはないですからね、まあ、このお寺の会期ということで真ん中にあり、周りがですね、書いてありますね。まあちょっとお一人ずつはちょっと詳しくは分からないです、まあ、いずれにしてもこの真ん中の中央のですね、これが、赤い明院にこう照子様のお墓になります。はい、以上です。